第3試合、シード四国代表。決勝戦でのスタイルウォーズはかなりの見ものだった。岡地 B ハッピーの人を食ったやり方もまたフリースタイルだが、それを制したのは強靭なマインドだった。去年 UMB のアプリには大した情報が乗らなかったと言われた男が再び王者。そう、彼の歴史はファイナルから始まるのだ。シード。四国代表シード、そして高校はこの MC。ヒーロー栃木予選決勝で町根が語りかける。彼は2008年埼玉予選2回戦の敗退へのリベンジを誓いラップをまくし立てた。だが相手は動じることなくフリーなスタイルで、生かしてるラップの上でなら何でも自由にやれることを宣言した。余裕で勝利した男は熊谷レペゼン、群馬で一度逃がした切符を手に全国へ。ヒーロー。四国徳島代表シード VS 栃木代表ヒーロー。はい、香川です。あれ、あ、香川か。ごめんごめん、まあ四国やね。じゃあ音聞かせて。いきましょう、レディーファイト。 Yeah、あんた結構プロプス持ってるみたいだけど、俺なら殴りかけよう、ライムで話しかけよう、あんたの調子はトゥースケーマドンセ、首振ってきりゃ最高、今日なら俺のライムを鼓膜に刺激さすだけ、知的的なライム飛ばす、俺ならこんなスタイル。チェックでプロプスなんて全然ね、単純頭で考えるワンデー不安で、しょうがねえぜ不安で、じゃねえステージでやるぜイメージ、言葉を何を返す、絶えずレッドアイズスモーキースティー、禁止なことはね、俺がこでピッピ帰れ四国地獄。あい、四国が地獄じゃねえよ、まるで天国な楽園さ、俺ならばこんなラブゲームはただただ乗りこなすだけじゃ面白くねえな、あんたの鼓膜と脳内速攻、俺なら落とし込むこんなボムを SE にまた喋り出す、こんな感覚さ俺は晴れにある。何も落ちてきてねえボム、それは何、核兵器いらねえ、核兵器一本実証してやるぜ、言葉の実証いらねえ、タンスから引き出した言葉フレッシュじゃねえぜ 100% フレッシュ、俺は新鮮、マイクは新天新天、お前は切り裂く日本と、イエー四国日本列島どの辺なの。いや南の下の方、あんた日本の地図もわかんないの、そんなによく小学校も出れたな、俺ならこの辺でラララ歌ってるバカ、みんなが首が触れる、そんなラップ俺今飛ばしてる、出るくれりゃそこ行ってやる、茨城どこか知んねえが今何ラップ。いやチーズチーズ、お前も知らねえ、茨城じゃねえ、俺は栃木よ、そんなもんだろ、少しは調べろ、調べても何も出てこねえ、リーガルイリーガル生活計画的に犯行、都会の残党レペゼン埼玉だぜ、レッターン孤島のホッターン、うわレペゼンホッターン来てくれや、yeah、 俺のレペゼンなら高松必ず、絶対にこの場は勝つだろ、俺が羽ばたくのは強敵、ジャッジメントデイ上がっとく、こんな感覚さ俺なら派手にやるから勝てるはずならないさ、俺ならライムいつでも言葉もフレッシュフリーな感覚で聞けよ、かけかけ俺も命かけ、もう少しお客さん上がっとけ、そこどけイエボケ、俺はいいってせガチンコイエパチンコじゃねえ、たきま取るためウェペウェペで埼玉ダサいな、言われたくないな、香川とサイならイエサイなら投げられたぜ、俺がだけ壁。終了。では
ジャッジよろしくお願いします。先行シード、後攻ヒーロー、まずはヒーロー、レディージャッジ、勝者ヒーロー、はい、シードにもでっかくお願いします。